You can enjoy this video in high quality. Yan K.皆さんこんにちは、ジャパントラベラーのマテンローです。今回はユネスコ世界文化遺産に登録されている奈良県奈良市雑司町406-1にある東大寺を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。東大寺。東大寺は、奈良県奈良市、雑司町にある、華厳宗の大本山の寺院です。山号はなく、本尊は、奈良大仏として知られる、ビルシャナ仏。開山、初代別当は、良弁である。ビルシャナ仏とは、大乗仏教における、信仰対象である、如来の一尊。華厳経において、中心的な存在として扱われる、尊格です。密教においては、大日如来と同一視されています。鹿せんべい販売所。鹿せんべいは、奈良市の奈良公園周辺に生息している、野生の奈良の鹿へ観光客が与えるために、奈良公園内の売店にて販売されている、せんべい状の餌です。鹿せんべいの歴史は古く、江戸時代前期。今から約350年前、1670年代には、すでに販売されていたと言われています。1791年、寛政3年に出版された、大和名所図への春日の茶屋では、茶屋の客が鹿に、平面状の餌、せんべいらしきものを与えている光景が描かれています。鹿せんべいの材料は、米ぬかと小麦粉のみで、米ぬかは焦げないよう、油の浮いていない、新しいものを用いています。材料的には、人間が食べても害はありませんが、あくまでも鹿の餌であるため、味付けもされておらず、保存料等の食品添加物も入っていません。また、消費期限も設けていないため、人間は食べない方が無難です。鹿せんべいの価格は、2019年、令和元年10月から、10枚を一束にして、税込み200円で販売されています。奈良の鹿。奈良の鹿とは、奈良県奈良市にある、奈良公園とその周囲、山間部に生息する鹿、日本鹿で、1957年、昭和32年に、奈良市全域の鹿が、奈良の鹿として、国の天然記念物に指定されています。2023年、鹿の生息頭数調査によると、オス286頭、メス770頭、子鹿177頭で、奈良公園の鹿の数は、合計で1233頭が生息しています。東大寺、ユネスコ世界文化遺産の石碑。1998年、平成10年12月に、古都奈良の文化財の構成資産の一つとして、国際教育科学文化機関、ユネスコにより、世界文化遺産に登録されています。東大寺、南大門。東大寺の正門である、南大門は、平安時代の応和2年、西暦962年8月に、台風で倒壊後、鎌倉時代の正治元年、西暦1199年に復興されたものです。東大寺中興の祖である、春城坊長元が、中国、宋から伝えた、建築様式と言われる、大仏様、天竺様と言われるものを採用した建築として、著名であります。南大門は、今はない鎌倉再建の大仏殿の威容を忍ばせる、貴重な遺構である。正治元年、西暦1199年に上棟し、建仁3年、西暦1203年には、
門内に安置する金剛力士、仁王像と共に竣工しました。入り母屋作り、五軒三戸20門で、ただ下層は、天井がなく、腰屋根構造となっています。また屋根裏まで達する、大円柱、18本は21メートルにも及び、門の高さは、基壇上 25.46 メートルもあります。大仏殿にふさわしい、我が国最大級の、中層門であります。上層の正面中央には、大華厳寺と書かれた、扁額が掲げられています。これは、古い記録に、そのような扁額があったと書かれていたことに基づき、2006年、平成18年10月10日に行われた、朝元上人800年御延期法要に合わせて、新調されたものです。木造金剛力士立像。木造金剛力士像は、東大寺の正門にあたる、南大門内の左右に安置されている、一対の金剛力士像である。鎌倉時代初頭の、西暦1203年、建仁3年に、鎌倉時代の天才的仏師、仏像を作る職人である運慶が指揮を取り、快慶らと共に掘り上げたもので、門が完成した後、わずか69日間の制作期間で作り上げられたと言われています。開口する、阿行像、口を閉じる、運行像の二体一対で、両像とも、像高8メートルを超える、寄せ木造りの大作である。仁王像の金剛力士の像様は、上半身裸で、筋骨隆々とし、開口の阿行像は、怒りの表情をあらわにし、口を結んだ運行像は、怒りを内に秘めた表情に表すものが多い。こうした造形は、寺院内に仏敵が入り込むことを防ぐ守護神としての、性格を表しています。阿吽とはもともと、仏教の言葉でした。阿は、万物の始まり、吽は終わりを表し、阿吽の二文字に、物事の真理が込められていると考えられています。東大寺の木造金剛力士立像は、1901年、明治34年3月27日に、国の重要文化財に指定された後、1952年、昭和27年3月29日に、国宝に指定されています。大仏様の右手、東大寺総合文化センターの前には、大仏様の左右の手、実物大のレプリカが設置されています。右手の大きさは、縦が約3メートル、中指の長さは約 1.5 メートルもあります。右手の形は、セムインと呼ばれるもので、右手を開いて胸のあたりに掲げています。手のひらを前に向けて、恐れなくても良いと、相手を励ますサインで、これには、人々の恐怖を取り除き、安らぎの心を与えるという意味があります。大仏様の左手の大きさは、中指の先から、手のひらまで含めた、長さは、約 3.3 メートルもあります。この手の形は、与願印と呼ばれるもので、手のひらを上に向けて、人々の願いを叶えることを表しています。かご松明。かご松明とは、3月1日から14日までの、
毎日夜7時の初夜浄土の時、準備のため、先に、浄土した、諸世界を除いた10人の連行衆が二月堂へと、浄土します。その際、道明かりとして童子が、長さ約8メートル、重さ約70キログラムの松明を担ぎ先導します。お水取り。お水取りは、東大寺二月堂で行われる、修二会という法会の中の一行事。3月12日深夜に、赤い屋に、お水を汲みに行くことから、この通称で呼ばれるようになりました。東大寺二月堂の修二会は、古くは、旧暦1月に行われた法会で、農耕を行う日本では、年の初めに豊作を祈る、年乞い祭りが、重要視され、神や、祖霊の力で、法然を招き災いを遠ざけようとする神事です。養老令にも記載され、8世紀には、国の重要行事とされていましたが、修二会は、年乞い祭りに対応した仏教の行事として、形成され定着しました。この法会は、旧暦の2月1日から行われていたので、2月に、終する法会という意味を込めて、修二会と呼ばれるようになり、また二月堂の名も、このことに由来していると伝えられています。東大寺の長い歴史にあって、二度までも、その大伽藍の大半が失われてしまった時ですら、修二会だけは、不退の行法として、1250年もの間、一度も、絶えることなく、連綿と今日に至るまで引き継がれ、令和5年、2023年には、1272回を、数える日本有数の神事です。鏡池。鏡池は、東大寺の南に位置し、寺の南側から大仏殿を見上げると、美しい景色を楽しむことができます。特に春には、桜が咲き誇り、桜の花と東大寺の建物が、池に映り込む光景は、美しいとされています。池には、奈良県の天然記念物として指定されている魚、ワタカが生息していることで知られています。中門。東大寺の中門は、江戸時代中期の、享保元年、1716年9月に、再建され、大仏殿江戸最高期に、南面の東西回廊と共に完成した、母屋造りの楼門です。明治33年、1900年4月7日に、国の重要文化財に指定されました。東大寺の中門は、5軒3戸の楼門で、入母屋造りの本瓦葺きです。入母屋造りとは、切妻造りと寄せ棟造りを組み合わせた屋根の形式で、寄せ棟造りの屋根の上に、切妻造りの屋根を乗せた形で、切妻造りの四方に、庇がついています。京都御所の七神殿のように、切妻と寄せ棟の角度が一続きでないものは、四頃屋根とも言われています。日本では、古くから切妻造りは、寄せ棟造りよりも、格式が、上とも言われ、それらの組み合わせた入母屋造りは、最も格式が高いとも言われています。
木造自国天立像。自国天は天部の仏神です。須弥山の東面中腹に住し、東方を守る守護神です。自国天は特に仏法を守り、甲冑と天衣を身につけ、右手に宝珠、左手に刀を持ち、足元に邪気を踏み、仏敵を威嚇する姿が通例です。木造、兜跋毘沙門天。毘沙門天は、天部の仏神です。毘沙門天は、多聞天とも言われ、須弥山の北面中腹に住し、北方を守る守護神です。毘沙門天は、多数の、夜叉集を従えて、甲冑と天衣を身につけ、片手に宝珠、または宝刀を持ち、もう一方の片手に矛を持ち、両足に躍起を踏む姿が通例です。東大寺。東大寺の歴史について、東大寺の正式名称は、金光明寺天皇五国の寺ともいい、奈良時代の8世紀に、聖武天皇が国力を尽くして建立した寺である。東大寺は、創建当初から、東大寺と呼ばれてきたわけではなく、文書における、東大寺の所見は、西暦747年、天平19年12月25日日付の正倉院文書の一つ、東大寺、写経書の下に記されています。また、同時期には、東大の寺という表記も参見され、現在につながる、東大寺の由来は、平城宮の東に位置する、関大寺と推測されますが、詳細は不明である。大仏の建立時に、自然発生的に生まれたものだと推測されています。奈良時代には、中心道の大仏殿、金堂のほか、東西二つの七重の塔、推定高さ約70メートル以上を含む大伽藍が整備されましたが、中世以降、二度の閉火で、多くの建物を焼失しました。現存する大仏は、たびたび修復を受けており、台座、蓮華座などの一部に、当初の部分を残すのみであり、また現存する大仏殿は、江戸時代中期、1709年、宝永6年に規模を縮小し、再建されたものです。西回廊。東大寺の西回廊は、中門と金堂、大仏殿をつなぐ回廊で、中門から西に伸びて、北に折れ曲がり、内側に折れて、金堂、大仏殿に至ります。幅が広く、雄大な大仏殿にふさわしいゆったりとした回廊で、東回廊と左右対称の形をなし、西辺に、学問が設けられています。
回廊は境内中心部の景観を形成する重要な要素になっています。東大寺の回廊は江戸時代中期のもので、構造は桁行き折り曲がり延長41間張間1間の本瓦葺き。明治33年1900年4月7日に国の重要文化財に指定されています。金堂八角灯籠。大仏殿の前に設置されている金堂八角灯籠は、高さ 462.1 センチ、横幅約1メートルの八角灯籠で、奈良時代、大仏殿建立当初に鋳造されたと言われ、銅、錫、鉛の合金で、青銅製です。かつては、前面をメッキが施され、金色に輝いていたと伝えられています。金堂八角灯籠は、日本最大、日本最古の灯籠として、明治34年、1901年3月27日に、国の重要文化財に指定され、昭和31年、1956年6月28日に、国宝に指定されています。国宝、東大寺、大仏殿。正式名称は、東大寺金堂で、大仏殿の名で広く知られ、1181年、治承4年と、1567年、永禄10年の遷下で二度にわたり焼失し、現在の建物は1709年、宝永6年に落慶したもので、日本の国宝に指定されています。大仏殿は、正面の幅 57.5 メートル、奥行き 50.5 メートル、胸までの高さ 49.1 メートルで、奥行きと高さは創建当時とほぼ同じですが、幅は創建当時約86メートルあったとされ、現在の幅は当時の約3分の2の規模に縮小されていますが、世界最大級の木造建築物です。国宝とは、近代以降の日本において文化史的、学術的価値が極めて高いものとして法令に基づき指定された有形文化財を指します。さらに、世界文化の見地から、特に価値の高いものを国宝に指定して、後世に継承していくために、適切な時期に、様々な保存修理をしています。東大寺の大仏様。東大寺の大仏様の正式名称は、盧舎那仏、もしくは、毘沙那仏、梅廊、茶那仏といい、その意味は、知恵と慈悲の光明を、あまねく照らし出されている仏と言われています。聖武天皇により、743年、天平15年に造像が発願され、実際の造像は、745年、天平17年から、準備が開始され、752年の天平正法4年に、開眼供養会が実施されました。大仏様の造像には、延べ260万人が工事に関わったとされ、平安時代の東大寺要録をもとに行った、試算によると、創建当時の大仏様と大仏殿の建造費は、現在の価格にすると、約4657億円と算出されています。現在の大仏様は、像の高さ約 14.7 メートル、基盤の周囲70メートルで、頭部は、江戸時代、胴体の大部分が、鎌倉時代の補修ではありますが、台座、
右の脇腹、両腕から垂れ下がる袖、大腿部などに一部建立当時や天平時代の部分が残っています。東大寺の大仏様の建造に使用された素材と量について、銅が499トン、錫 8.5 トン、水銀 2.5 トン、金440キログラムとされ、日本全体の人口が当時、600万人から700万人と伝えられていて、大仏様の建造に参加した人数が260万人。当時の日本全体の人口約 40% もの人々が建造に参加したことからも、現代では見当もつかないほどの途方のない規模で国を挙げての大事業であったことが伺えます。虚空菩薩坐像。虚空菩薩とは、広大な宇宙のような、無限の知恵と慈悲を持った、菩薩という意味である。そのため知恵や知識、記憶といった面での利益をもたらす菩薩として、信仰されています。その手法、虚空愚問持法は、一定の作法にのっとって、真言を100日間かけて100万回唱えるというもので、これを修した行者は、あらゆる経典を記憶し、理解して忘れることがなくなると伝えられています。広目天立像。広目天とは、仏教における天部、自国天、増上天、多聞天と共に、四天王の一尊に数えられます。ビルーパークシャとは、本来サンスクリット語で、種々の目をした者、あるいは、不格好な目をした者という意味をなします。尋常ではない目、特殊な力を持った目、さらに千里眼と拡大解釈され、広目と訳されました。創建当初の伽藍の模型。奈良時代の東大寺の伽藍は、南大門、中門、金堂の大仏殿、講堂が南北方向に一直線に並び、講堂の北側には東、北、西にこの字型に並ぶ僧帽があり、僧帽の東には食堂がありました。南大門と中門の間の左右には、東西2基の高さ約70メートル以上と推定される70の塔があり、
回廊に囲まれて立っていました。天平17年、745年の起工から、伽藍が一通り完成するまでには、40年近くもの時間を費やしました。多聞天立像。多聞天、またの名を毘沙門天と呼ばれ、仏教における天部の仏心で、時刻天、増上天、項目天と共に、四天王の一尊に数えられる仏心である。多聞天、または、北方天とも呼ばれ、四天王としてだけでなく、中央アジア、中国など、日本以外の広い地域でも、独尊として、信仰の対象となっており、様々な呼び方があります。日本においては、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、長命長寿、立身出世といった、現世利益を授ける七福神の一柱として、信仰されています。如意輪観音座像。如意輪観音は、仏教における、信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身の一つであり、六観音の一尊に数えられます。大仏様の教示。左教示で、大仏様に向かって、右が、如意輪観音です。如意輪観音は、セムイヨガン印、右手は手のひらを正面に向けてあげ、左手は手のひらを上に向けて、膝上に置いています。これは、信者の願いを叶えようというサインであると、伝えられています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。